持ち寄った情報を整理しないか。あとは待つだけだ。忘れないように書き留めておこうかな。モニカ、少しいいかな。どうした？改まって。教えてほしいことがあるんだ、ゲルニカのことで。親父の？シティの人たちが話してたの。立派な人だったって。でも私たちは何も知らない。あの人は命を託してくれたのに。なるほど、そういうことか。モニカはゲルニカに育てられたんだよな。だから誰よりもあの人のことを理解してるんじゃないかと思って。そうであったらいいのだがな。私の知るゲルニカ・バンダムという男は常に見上げる存在だった。シティを束ね、戦いの最前線で指揮を取り、その背中ばかりが大きく見えたものだよ。私が兵士という生き方を選んでからはおよそ親子らしい会話もなくなった。それは仲が良くなかったってことか。ゲルニカという男の一部しか知り得なかったということだな。もう少し時があると思っていたんだが。ボス、ボス。若者たちしんどそうにしてますよ。おっと、お前たちに席はない。それにゲルニカは使命を全うするためだけに死んだのではない。己の信念を貫き生き切った。それだけは断言できる。信念。まあでもあれに関しては心残りがあったかもしれないな。ほら、ゲルニカがいつも持ち帰ってた。ああ、確かにな。あれって？遺品さ、家族や仲間に引き渡すんだ。俺たちがいたって痕跡をその場に残しておけないし、待ってる奴がいるならどんな形でもちゃんと返してやりたいってな。俺も皇族隊だったから、あの戦場がどれだけヤバかったかはわかる。気にするだけ無駄ってやつだ。でも遺品は残ってるかもしれない。ん？今の話、俺たちに手伝わせてくれないか。心残りがあると残された人たちはずっと苦しいままだと思う。だよな。シティの考え方っての全部分かったわけじゃねえけどさ、できることあるならしたいよね。気持ちはありがたいが、なぜそこまで。僕たちもそうやって気持ちの区切りをつけてきたんだ。仲間を失うことは日常だった。それに私たちは
ウロボロスである前に送り人なの。ゲルニカさんがこれまでそうしてきたように、あの時も帰りを待つシティの人たちを思っていたなら、その声を届けたい。俺としてもありがたい申し出なんですけどね。トラビス、作戦参加者名簿。はいはい、ちょいっと待っててくださいよ。今送ったのが亡くなった兵士のリストと飛散したと思われる予測地域の情報だ。アルフェト渓谷のマーキングしたあたりを探してくれ。やけに精度が高いな。いい指摘だ。この機会に覚えといてくれるか。俺たちロストナンバーズは諦めの悪さが取り柄だってな。では頼まれてくれるか。回収を終えたら冥国碑まで来てくれ。わかった、必ず見つけてくるよ。遺品見つけてきたよ。ありがとな。そいつらは全部ここに並べてやってくれ。そういえばモニカさんもここに眼帯を置いてたよね。あれゲルニカのだよな。遺品をここへ置くことにはどんな意味が。どう説明したもんか。お前らんとこで言う送りみたいなもんさ。シティの人たちの送り。早かったな。
ボス、待ってましたよ。ちゃってさ、もっといっぱい話せばよかった。おかえり。お前たちのおかげで彼らに別れの時間を作ってやれた。親父が最後に望んだことを果たせる。彼らはただ犠牲になったのではなく、私たちに未来を託していたのだ。始祖と同じように我々も前に進まなくては。送り人か。お前たちの送りの音色、素晴らしいものだった。この場にいた誰もが今日この日のことを忘れないだろう。戦いっぱなしだったゲルニカたちも安心して眠れるといいですね。そうだな。お前もしっかり眠っておくといい。これから忙しくなるからな。ですね。ってどういう意味で言いました？今。今後は私も彼らに同行する。はい？だってシティの指揮は誰が？お前がいるじゃないか、トラビス。なあ、やっぱりそういう。親父はいつも最前線で戦っていた。私もその生き方に続きたい。あの音色を聞いていたら自然とそう思ったんだ。私もゲルニカの意志を継ぐ一人だ。共に戦おう。力が必要な時はいつでも声をかけてくれ。ありがとう、心強いよ。できたら戦う時だけじゃなくて、もっといろいろ話したいな。シティのこともモニカさんのことも。もちろんだ。
気をつけた方がいいですよ。ボスの話長いんで。暇そうだな、トラビス。仕事を追加しておこう。そういうわけでシティのことは心配ない。気兼ねなく声をかけてくれ。そうするよ。未来へつなぐための戦いだ。私も最前線で戦おう。少し待ってくれ。